どうも、ふふチャンネルのラジオです。はい、じゃあ今回も、うん、癖がすごい好きなもの選手権ですね。始めていきたいと思います。1個目の好きなものは何ですか？あれ、開かないぞ。綺麗、手がカサカサなんじゃん。綺麗に折られてるからね。手がカサカサなんて好きじゃない。好きな、テレビ番組でね、ドラマ以外。ドラマ以外のテレビ番組、うん、最近ハマってるのが、うん、有吉の壁。え？壁？そう。テレビで見てないんだけど、Hulu で再、あ、やってんの？再放送っていうか、再、うん、なんていうの？見逃し配信を見てるんだけど、うん、お笑いがすごいやっぱね、うん、また再熱してき、再燃？再熱？してきてて、うんうん、なんだっけ、うん、シソンヌがもう大好きなの最近。あんまり知らないよね。知ってる、知ってる。なんか男の人でおばちゃんというか、お姉さんの真似というか、なんかしてる人やね。独特な雰囲気のある、うん、そうシソンヌとおいでやすこががもう今ツートップ、ハマってんの、うん、でもさ、最近おいでやすこがが出るテレビをさ、うん、私が毎回見てるからさ、うん、怖っとか言うよね。また見てると今までそんなことなかったんだけど、うん、ツイッターとかでさ、なんか情報局みたいなのがあるっぽいんだよね、うん、おいでやすこが出演情報局みたいな、うんうん、そういうとこ見るとさ、もうなんか本人がこう発信する前にその人たちがもうこういうのやるみたいだよみたいなとこ書いてあってさ、結構それ大丈夫ですか？はい、困ってちゃん、うん、連れてきました。おいでやす、そう、おいでやすこが、うん、をよく見てて、うん、そう、なんか前もこの間から話したけどさ、うん、最近お笑い番組すごい増えたよね、うん、増えたね。だから結構お笑いを目にする機会が増えて、うん、お笑いは好きだね、うん、そう、だからすごい最近はお笑い番組よく見てる、うん、そうだね。で、一時期あんまり見なくなってたんだけど、そのおいでやすこがが出るから、うん、アメトークとか、うん、ロンハーとかも久しぶりに見るようになって、うん、あ、昔よく見てたよね、そっち。そうそうそう、前は見てたんだけど、うん、なんかね、ちょっと見てなくてドラマの方にこう重きが置かれてたんだけど、うん、最近増えてきたから、うん、そういうの見たりとかね、うん、あとお笑い実力派っていうさ、うん、サンドイッチマンと、うん、アンタッチャブルの2人、うん、4人かがやってる、夜やってるやつとかがあるんだけど、うん、結構ね、コントをね、ロングでやってくれるんだよね、10分とかそれぐらいの単位で、うん、そういうの見てるとすごい面白いし、うん、あとサンドイッチマンとあれも好きだから、あれ、バナナマンも好きだから、バナナサンド、うん、もうあれ昼間になったじゃん、最近。昼間じゃないんだっけ、前、夜中じゃなくて、ゴールデンか、になったじゃん、うん、あれもよく見てるし、うん、あと、あれだ、家事野郎、家事野郎って家事のやつ、料理とか、家事野郎、そうそう、そうだそうだ、もう見るようになって、うん、いろいろね、なんかレパートリー増やそうとしている、うんうん、結構面白いんだよね、簡単に作れるのが多いからさ、うん、私はそれくらいかな。俺はね、まあ、土曜日だったら博士ちゃん。あ、そうだ、うん、小学生がこう一つ没頭しさ、お城が好きとかさ、野菜ソムリエみたいな、野菜のなんかプロみたいなとかね、うん、なんかすごいよね、小学生とかでさ、中学生とか。私あの子が好きなの、家電の男の子、昭和、中学校かなんか、中学生かな、うん、学校が制服がないからって、うん、作業着、そう、作業着着て行ってるっていう男の子が、面白い、昭和家電だよね、うん、なんか結構さ、昭和の昭をさ、笑える和む家電みたいな感じで、なんかあの子言ってるけどさ、ほんとなんか面白いよね、うん、なんかこの間もさ、こう腕にこうリングみたいにはめるラジオとかさ、あったね、なんか、うん、あとはね、
何があったかな、あと何俺見てんだっけ、あ、スポーツ系の番組は好きだよ。あ、そうだね、そう スポーツ系と夜、そう毎日見てる、うん、あとね、あれ何ですか、カンブリア級あれじゃん、おじさん番組ね。そうそう、最近おじさん番組見てない？いや見てるよ、そっちが寝てる時にババッと見たりとかあとあれだ、激レアさんは毎回撮ってるよね。ああそうだね、ほんとさ、うん、すごい人いっぱい出てくるよね。ね、こないだなんだっけ、なんだっけ、ですよだ、ああ、ですよ出てたね、ですよ、サッカーの、そう、サッカー、うん、ボリビアだっけ、そうですね、かどっかでプロ選手やってたみたいな、うん、ね、すごい、なんか、すごい、なんかあの普通に生きてたらなんか、うん、やらないようなぶっ飛んだことをさ、うん、結構いろんな人やってんだなと思って、ね、あれはあれでなんかこう勇気をもらえるというか、うん、なんかね、そういう風な感じであれも見てるね、うん、あとあれだ、どそれって実際どうなのか、ああそうだね、なんかあのなんだっけ、鶏肉を食べ続けると痩せるのかとかさ、うん、あのそうだ、それでさ、うん、よく噛んで、うん、噛んだ方が痩せるかどうかっていうのを見て、そうそう、ねうん、私たち最近あれなんだよね、30回そう、1回口入れたら30回噛んで飲む、あれはあれきっかけだもんね、うん、あれやるようになってからすごい、なんだろう、あんまつまみ腹持ちがいいっていうね、ね、そうそう、つまみ食いしなくなったよね、感触ね、ね、うん、でも面白いのがね、旦那さんね、あれなんですよ、あの一口をね、こうわーっと大きくして、はい30回噛みましたみたいなことをこうずるいところをね、こうついてくるんですよ。いつも通りこう普通にこう一口食べて、うん、それに対しての30回なのに、うん、この間なんだっけ、冷しゃぶの時はね、私すごいなと思ってさ、なんかもうお肉こんなになってさ、口パンパン入れて食ったよね、うん、そうそう、いやしたなんかね、美味しかったんで、あの時なんか美味しかったよね、冷しゃぶが、うん、なんかさ、ちょうど暑くなってきたぐらいの時でさ、うん、ムシムシして、ムシムシまだいかないか、うん、ぐらいの時で、なんかあ、今日は冷しゃぶが食べたいなと思ってたから、うん、あの日は確かに冷しゃぶ美味しかったんだけど、うん、それにしてもすごかったよ、5枚ぐらい、え、そういう時はある、あの野菜を先に食べるのはあまり意味がないとかさ、本当にさ、あの、うん、山盛り野菜食べて、うん、他のに行くなら意味があるらしいんだけど、うん、あのランチとかでついてくるさ、うん、ちょこっとのやつは別にそんなに意味がないって言ってたよね、うんうん、そうだね、とかかな、そんな感じかな、最近見てる、うん、俺もね、あ、そんなもんだ、結構見てるね、最近見るよ、増えたよ、うん、私アニメとかも見るようになったし、アニメは見ないもん、アニメはあれだよね、王道のやつだよね、本当、ああそうだね、あの、うん、いわゆる流行ってる的なやつは一緒に見たりするよね、そうそうそう、見たりするけど、そんなところ、次もう一丁だけ行きますか、うん、いいよ、よかった、今日はそこまで癖ないわ、話せる内容でよかった、次は何これ、え、やばい、味覚、好きな味覚、うん、ああ、あるよ、は、私はしょっぱいが好きです、もう完全にしょっぱいものが好き、しょっぱい、そうだっけ、私はしょっぱいものが好きだよ、だから、あ、あの調味料とかが大好きでさ、うん、ケチャップもソースもマヨネーズも醤油も、うん、もう全部いっぱいかける、濃いのだから、あ、なんか濃いくなっちゃう、でもそんなイメージないけどな、本当、うん、だって今日、あ、そう、今日たこ焼き食べたんですけど、うん、おいマヨ、おいソースしてて、あ、それはしてたよね、あと紅生姜も一袋も今日食べちゃったし、うん、あのしょっぱいものがとにかく好きなの、あ、そう、イカの塩辛とかも、そう、小さい頃からさ、うん、あのそういうしょっぱいものばっか食べてて、うん、のんべえになるって言われたんだけど、言うほどのんべえになるの、いや、なってたよね、どれより飲んでた、あれはのんべえとかではなくて、もう飲まれてた、完全に飲まれてた、うん、あの時は飲まれてました、体的にはそんなに強い方じゃないよ、もうすごい、あの二日酔いはすごいこう、うん、打撃がすごかったもん、あ、そうなんだ、うん、だから強いわけじゃない、ただ飲み、ただのあれは飲みたがりっていう一番厄介なパターンだったね、うん、そう、そう、私はしょっぱいものが好きで、最近は甘じょっぱいが好きになってきたから、甘いのも入ってきたの、そうそうそう、ピザにあの
パイナップルの缶詰のあの組み合わせとかがもう最強、まあ、美味しいね。最初は俺はと思ったけど食ってみたら美味しかった、うん、そうなの。私はそこかな、うん、で苦いがダメだからもう完全に、うん、苦いに関してはだからコーヒーの苦いもダメだし、うん、ビールの苦いも前はほら飲みたがりでよく飲んでたけど、うん、よくよく考えたらビール苦いからもう美味しくないなってなって、うん、あとゴーヤも無理だし、うん、ピーマンも無理そんな腕組んで言われてもねかな、うん、私の味覚は俺はなんだろうな、甘いものと、もう断然甘いものだよね、うん、甘いものとあとレモン系酸っぱい系、そうだ酸っぱい好きだ、うん、梅干しとかじゃなくてね、うん、梅干しはしょっぱいだもんね、酸っぱい系は結構好き。そうだ、だってホールで食べれるんでしょケーキ。うん、食えると思うよ。食ったことはないかな。大体みんなで食うじゃん、うん、みんなで食うけど、家族で食った時も前も言ったかもしれないけど、俺が4分の3食って家族が5人家族で、5人家族でね、比率がおかしい、うん、みんななんかあんまり うちのお母さんぐらいじゃないかな食うのは。でもお兄ちゃんは食わないほとんど。結構あれだ、しょっぱいものを食べてた。そう、2人ともそんなにああっていうぐらい。そうだよね、うん、なんでいつ頃からそのなんかさ甘いもの好きだなってなった。いや、前からです。いつか小さい頃から、うん、小さい時私だから本当最近でも一緒になってからだもん、目覚めたな、甘みに。だってホール食いした時多分小学校高学年か中学校とかだと。駄菓子屋さんにさ、うん、あの100円持っていくっていうなった習慣で。ない。あ、ないの。うん、あ、ないんだ。ないんだ。私は駄菓子屋さんに行くとみんななんか甘い系結構買ってたんだけど、うん、私は絶対あのカットスルメとかを2、3個買って、あと梅干し、ウルトラマン、うん、太郎だっけ、ウルトラマン、うん、なんとかみたいな4つ梅干しが入ったやつがあって、うん、あとよっちゃいかとかそういう系ばっかり買ってたの。そう、でたまにラムネとか買ったりとかしてたけど、でもなんかおねだりしたのかな、まあ、してたんだろうね当時は。あんま記憶にないけど本当さ、やっぱ宇宙人だよねあの本当記憶どこに置いてきてるの。まあでもそれぐらいのお年になるとちょっとずつ前の記憶がなくなっていくもんなのあ、どん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 。私よりほら10年先行ってるからさ、うん、私はほらまだそのさ結構物心ついた4歳ぐらいまでの記憶はあるわけ、うん、でもそれがもしかしたらあと10年経ったら10年後の14歳ぐらいからの記憶しかなくなるかもしれないってこと。大事なもの以外はどんどん削られていく。なことあるかいそうだよね、甘みはそうじゃん、うん、酸っぱいのもすごい好きだもんね、うん、あの何でびっくりしたんだっけな、レモンじゃないの、レモンだっけ、違う、なんかの飲み物にさ、あ、飲み物に前は普通のリンゴ酢入れてたんだ。まあそうそうそう、あれ飲んだ時本当に酢じゃんと思って、あの酢の酸っぱみがあるこう酸味がある、うん、こうお水とかはなんかたまにあるじゃない、うん、とかじゃないの、濃度がおかしいもん結構濃いめだったらしいね、俺。ギュンってなるような、うん、これちょうどよかったけど3分の1くらいだってもう入れてたでしょ、もう。うん、そうそうそう、あれだってもう胃溶けちゃうもん、あんな本当あれ初めて一口こうもらった時に、あ、やばい、味覚合うかなってちょっと若干やっぱ焦ったもんねそうだった。なんか今、ミチョだっけ、ミチョ、うん、そうそうそう、ミチョ、あの、なんだっけ、ちょっと、うん、韓国の、そう、韓国の酢、うん、酢の、なんてんだっけ、ね、最近なんかまた他のやつやってるけど、酢のドリンクみたいなね、あ、そうそうそう、あれも濃いもんね、やっぱね、入れるもん、入れるやつね、うんうんうん、そう、基本的になんか、そうだね、そう、酸味、あ、あれだ、レ、種、レモンの種だっけ、なんかあの、チューイングガムみたいな、ああ、あれもすごい酸っぱいの、あれが好きだって言ってさ、うん、すごい美味しい、いや、あれ2個食べたらもう舌がちょっとおーってこう目はこう酸っぱい感じになるけど、あれがいいんで、いや、もうあれもなん舌がもう今思い出しただけでもなんかしびれてくるもんちょっと溶けてると思うよ体、うん、そうかもしれない、うん、だからさっきほら梅干しよりもそういうレモンとかそういう方が好きって言ってたけど、うん、私逆だもんね、梅干しとか小さい頃毎日のように梅干しお湯飲んでたもん、
お湯に梅干し入れて潰して日本酒じゃなくてちっちゃい頃から、うん、そうちっちゃい頃からそんなことしてたんだ私、ね、今思い出した梅干しお湯飲んでたの毎日、うん、梅干しお湯って俺初めて聞いたなんて言うのか梅干し湯梅干し茶茶じゃないもんねだってお湯に梅干しぶち込んだだけだから茶ではないでそこに炭酸入れちゃえばもうサワーですよねねそこほんと当時からこの間梅干しサワーの話してたけど、うん、もう片鱗があったね小学生の頃からやってた梅干し潰した、うん、おじいちゃんの作る梅干しさ梅干しっていうかもう梅漬けみたいな感じで、うん、ほんとさ塩の味しかしないんだけど、うん、もうそれでやってたからもうほんと毎日塩分で育ったっていう感じ、うん、結構苦いのも好きでしょ好きなわけじゃない別に好きなわけじゃない苦いのも好きじゃないけど、ね、豆腐が好き味覚じゃん味覚じゃないけどねないじゃん無じゃんあれだ辛み辛いのは辛いのはねまあ嫌いじゃないけど好きじゃないなんか辛いイコール美味しいっていうのがあんまりそうないあれなんだよね、うん、辛みってさ味覚じゃなくてさ痛覚だからさ、うん、あの味覚じゃ今言ったけど味覚じゃないんだよね、うん、ただ痛みなんだよね、うん、なんかほどほどでいいかなと別に食えって言われたら食うかもしれないけどなんかあのさ食欲増進みたいな、うん、あの唐辛子を豚汁とかにこう入れて、うん、こう飲んでる時のあのあーみたいな辛いけどうまいみたいな、うん、あの感じは美味しいなって思うんだけど、うん、もうただただ胃腸が弱いからさ私、うん、もうすぐ下るんだよね、うん、もうなんか胃はジリジリするしなんかこう直行直帰みたいになっちゃうんだよねすぐだから多分あの体に合わないんだと思うんだよね甘いじゃない辛いものが、うん、だからもう断然しょっぱみです、うん、塩が一番好きそうだよね塩ねそっち塩だよねトマトも塩かけるし、うん、お肉も塩で食べたい、ね、砂糖かけてたよ実家の時、うん、砂糖かけてデザートみたいにして食ってたあフルーツトマトとかもあるもんね、うん、梨じゃないの、うん、であとあれだねきゅうりは取ってきたやつもあったら冷蔵庫かなんかあったらもうマヨネーズパリンって食うもうなんかもう全然味覚の話じゃないのもう本当にこうやってね話すことないみたいなしゃに構えるくせにねなんか豆腐が好きとかさ、うん、そのなんかもう違うとこ行っちゃうねきゅうりが好きとかさ、うん、そのマヨネーズパリンとかさもう違うもう本当皆さんどうにかしてくださいというわけでね、うん、今日はテレビ番組ドラマ以外のテレビ番組と味覚の好きなものをお話ししていきました、うんうん、今回も聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたねー。またねー。